神社がある。どこで降りたんだろう。あ、ダメだ。全然違うとこだ。JR 九州をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は、近鉄諫早方面、普通列車は、新の日、ゆえ行きです。次が村上です。長屋方面はお乗り換えです。みかんのバス停って書いてあってもこれがバス停だ。お願いいたします。
ドアが閉まります。ご注意ください。
ドアが閉まります。ご注意ください。マンションが出てきた。なんかさ、あの一つ前の駅、みんな瓦が黒で統一変わったね。起きたらいろいろ。結構多いよ。キッズ？学生が結構降りたから学校があるんじゃない？駅員あれが出ないよなこれ。高校生が降りた。新しいだろうね。出てるよ、向こうに。ほら、一番向こう。電子掲示板、うん、あっち。うん。なんでこんなトンネルばっかりなんだろう。今までに一番長いトンネルじゃないかっていうぐらいになった。新幹線はそんなことないのか。新幹線、今回はトンネルばっかりだった。やっぱりああいう都会よりローカルな方がいいね。なんか心が落ち着くんだけど。土があるから。でも住めないだろう。住めないよ。この間長崎行った人も絶対住めないって言ってた。坂道だらけで高齢化してたって。ツバメがいっぱいいる。この列車は長崎本線普通列車ワンマン揺れ行きです。次は西諫早です。お客様にお願いいたします。 JR 九州では各車両に優先席を設けております。ホテルもあるし、お年寄りや体のご不自由なお客様、妊娠中の方、また小さなお子様をお連れのお客様であれば、座席をお譲りくださいませよう
または乗車券は駅の終札箱にご入れください。開くドアにご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。どうなってんだか。今度海側取んないと。